はい皆さんこんばんは心療内科医竹生がお送りする心身健康 TV の時間です体も心も健康にということで今日も最後までお付き合いくださいはい今日の話題はこちらですね、えー、病気を疑う過食7選ということでその過食病気かもという話をさせていただきたいというふうに思います えっと、ストレスによる過食ですね、えー、誰しも多少は経験があるかなというふうに思います。で一部にはですねただ病的な過食もあるんですね。で今回はですねこの病的なかあ病気の可能性がある過食、これを7つご紹介してみたいと思います。皆さん、ぜひ一緒にチェックしてみてください。でただし注意書きですけれども、項目に当てはまっているからといって必ずしも病気というわけではないんですよね。これは必ず 医師の診察を受けけていいいたただけたなという,ふうに思います、えー、その前に簡単にちょっと自己紹介をさせていただくとですね、えー、と私心療内科医竹雄と申しまして医師歴は十数年ですね心、えー、療内科と相互内科の専門医を持ってまして <laughs>、えー、体と心の専門医ですね でこの心療内科っていうのは、まあ、多く誤解されてるんですけれども精神科とは全く別の診療科で心身症というストレスに伴う体の病気これを見る専門の診療科になっておりますのでぜひ知っておいていただけたらなというふうに思いますしこの YouTube チャンネルではですね心、ね、療内科に関する正しい知識を発信する YouTube 上唯一のチャンネルになっておりますのでもしよろしければチャンネル登録を今のうちにポチッとお願いいたします。 はい、というわけで、えー、今日の話題、ですねこのストレスによる過食の危険な病的な過食を7つご紹介したいと思います。はい、まず1つ目、ですね、えー、これはあ常に食べているということですね。えー、過食の方でですねもう1日4、6時中食べているという方はいらっしゃいます。これはですね、えー、やはり、まあ、1日3食とか、まあ、あの1、2食の方はそれはそれで危ないですけれども、過食側としてはですね常に食べているというのは病気の可能性が ままずあります,で2つ目です、ね。2つ目はです、ねこのまあ後からまでできますけれども食べるときに隠れて食べる、まあ、要は人と食べないということも含めてかし、ね、隠れて食べているというのは病気を疑う1つの要因になったりします。 はい、で3つ目、ですね、えー、食べるのをやめられないこれ、えー、別の動画でこの食べることに対するコントロール感の喪失というのを挙げましたけれども、この過食の場合、ですね、まあ、通常であればこう手を止めるとかですね食べるのを控えるということができるんですけれども、これがやめられないという場合には過食の中でも病気を疑います。はい、で4つ目ですね えー、食べた後に吐いてしまう、まあ、吐くほど食べるっていうのも同じですけれども食べた後に吐かないといけない吐く衝動に駆られるとかですねあるいは、まあ、量が多くてた、あのー、吐いてしまうっていう場合もあるかもしれないですけれども食べた後に吐くというのも一つ病気を疑う過食になります。 はい、で、5つ目ですね。5つ目はこの無意識に食べてしまうということですね、えーともう意識まあ、通常であればこうご飯を食べようとかですね、あれ食べようこれ食べようという感じになると思うんですけれどもこれを無意識に気が付いたら食べてしまっているというのも病気や肌が和過食ですねはい、で、6つ目ですね、えー。食べた後に罪悪感があるの は病気を疑う過食の6つ目になりますでこれ先ほどの「食べた後に」っていうのもありますけれどもこのやっぱりご自身の気持ちですねこれにちょっと注目していただくのも一つかなというふうに思います。 で、えー、と最後7つ目ですね、えー、これもちょっと似てますけれども食べても食べても満たされない気持ちですね普通はこう食欲ってあるようにある程度満腹感が得られればそこでえ満ち足りたっていう感じになるかなというふうに思うんですけどもこれが満たされないっていう場合にはですね病気を疑う過食ということになります。 ははい、といいとううわけででくつ当てままりししたでしょうかあの。冒頭にも言いましたようにこれ必ずしも当てはまったから病気というわけではないんですけれどもただあ、家族の中にはですね、摂、え、食、ー、障害といってですね、病気の可能性があることもあるんですね。なので、えー、このチェック項目はぜひ、あのー、一緒に、えー、見ていただけたらなという,ふうに思いまして今日動画を撮らせていただきました。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。 さようならあいいね。コメントもよろしくお願いします。では、さようなら。